こんばんは、おばけんです。レンタカーって河川敷走っちゃダメじゃん。でそれってさ、もし走っちゃったら規約違反じゃん。でノーマルタイヤだから泥水にはまるじゃん。修理代数十万数十万、わお。なんかね、この運転手さん、オフロードのなんか初心者派らしいんだって。で J キャストニュースがね取材したらしいんだけども、水玉にスタックしちゃって、でどうにか出そうとしたんだけど、やっぱり無理っていうことで諦めたんだって。でロードサービスの業者に頼んで、なんかシャベルカーでね引っ張ってもらったんだって。で貸したところがねスカイレンタカーで、お前テクチェだよってね、めちゃくちゃブチ切れてるらしいわよ。でスカイレンタカー一時ちょっとこの諸事情によりハイラックスの貸し出しを一時停止してんだって。この車もハイラックスっていう車らしいのよ。泥だから傷でも全洗車よね。それでこの直田さんって人、河川敷仲間からがあまりにもひどいので共有、ノーマルタイヤのレンタカーで無責任すぎる、ちょっと誤字があったらしくて、ハマったのは全く赤の他人で、河川敷の仲間は救出しようとして開けた側らしいのよ。で本人はね汚れたくないから綺麗の格好なまま何もね黙ってぼーっと見てたんだって。で重機のユンボを呼んで引っ張り上げたみたいよ。レンタカーで数十万なんかぶつけたんじゃなくて、わお。すごい話よね。この話とは全然違うんだけど、おばちゃんね、毎回なんか事故とかって聞くと、これを思い出すのよ。おばちゃんの先輩で、車走ってたら、猛スピードで突っ込んできた車に追突されたんだって。で、後部座席に乗ってた先輩がね、後ろのガラスを突き破って吹き飛ばされちゃったんだって。それで飛ばされた勢いがすごすぎて、で追突してきた車のフロントガラスを突き破って、後ろの車の後部座席に座ったんだって。絶対嘘だよ。いやもうそんなありえるはずないじゃん。毎回それ思い出すんだよね、おばちゃん。ねえおばちゃん、あら、のびちゃん、どうしたの？日本にね、ものすごく極悪非道なね、罪人がいるんだよ。お尻痛そうね。え？極悪非道な罪悪って。違うよ。罪悪の話じゃないの？罪人の話だよ、罪人。ちょっと、これ見てみてよ。え？南部省日本に連れてきた学者の功績一覧。初めて実験用にウシガエルを日本に連れてくる。ハブの駆除のためにマングスを日本に連れてくる。でウシガエルの餌用にアメリカザイガニを連れてくる。でこれすべて結果野生化しちゃって、もう手つけるどころじゃないと。え、これ一人の人間がやったの？信じられないでしょ。どういうこと？渡瀬正三郎っていう、これが犯人？1862年、日本の動物学者、名前は正三郎とも表記する。帝国大学の動物学教室の第5代教授。教授って名乗っちゃいけないんじゃないの？ちょっと、たった一人の人間に、ここまで自然で破壊されるものなのかしら？これ。この人がブルーギルとか話してたら、いやもう、破壊よ。ラビちゃんその通り、これ破壊よね。沖縄とマングースを輸入したり、牛ガエルを輸入した人物として有名。これ、教科書として犯罪人として、ねえ、もう、
未来英語載せるレベルなんじゃないの？生態系、いや、嘘。いや、こんなクラッシャーを教授で呼んでいいのかしら。おばちゃんの言う通りで、帝国大学の第5大クラッシャーっていうのが一番妥当なんじゃないかな。えげつないでしょ。いや、これ自然への冒涜とも言ってもいい行為だとラビは思うんだけど。どれだけの未知の生物がこう、既存の生物もだいぶ死んでるはずよ。このたった一人のクラッシャーのおかげで消滅したかって考えると恐ろしいわね。池袋にね、ハンバーグは飲み物ってお店あんねん。最近池袋多いよね、〇〇は飲み物って。だからね、ちょっとどんなもんじゃって言うんでね、訪れてみたのよ。で、 100% 牛を使ってるハンバーグで、なんか塩こまめの、あとからしの味わいのする、なんかちょっと変わってんじゃないって言って頼んだんだけど、来たらね、見た目ちょっとおぶきちょっとおぶき。トッピングはね、3つ選べんのよ、無料で。だからね、豆乳そうめんとね、あとマカロニサラダカレー味と、あとマーラーヤッコっていうのを頼んだ。もうね、すべて超怒ってる。怒ってるや。それとはね、別に違うトッピング2つ頼んだのよ。両方とも120円だったんだけど、カニクリームコロッケと、あと野菜め、あ、野菜というかキャベツメンチ。カニクリームコロッケの上にね、デミグラスソース乗ってんのよ。おばちゃん、カニクリームコロッケだけが食べたかった。ごめんなさい。カニコロめっちゃ好きなんだもん。そのままで食べたかった。でもね、めっちゃ、メンチはね、まあ、に食ってるわね。ハンバーグももうすごいけど、メンチもね、めっちゃに食ってるわよ。味わいはなんかね、クリームソースとマスタードが回ってるからね、ピリリとくる、肉がなんか引き立つ、この音だったかなと思います。私を物にしたいならもっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シリクラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。